敵がまだハテナがあるんでね。あ、そうか、でもこれで一応どこで何があるか見れるから短縮ができるのか。うん、あとここか。おお、ここに、ああそうか、最後のところにまだ行ってないっていうか倒してない敵がいるっぽいんで、ちょっとこれ見ときます。特に何もなかったらカットしようかと思いますが、どうでしょうか。いいところじゃないか。テンション、早く調査を始めようよ。テンション上がってる、やべえよー。こいつら知ってるもんな。あ、こいつっぽいな。ちょっと待って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 。確か依頼のなかったっけ。ストレイドッグじゃないな。あ、こいつだ。シーザーピースト。やったやった。よし、じゃあこいつついでに倒そう。ほら。先手を取った。行くぞ。右のなんか狼も金色だったけど、とりあえずこいつ倒そうかな。スキル。おう、こちらまで覚えてた。対象に物理属性のダメージを与え、さらに少しだけ行動を遅らせる。敵単体か。あ、じゃあこれちょっとやってみよう。精神を集中して。かわいいよ。いいね、強い強い。俺も行くよ。エスカが16が出たいとか上出来。追撃する。さあ、これと強いんかな。どうなんやろう。曲は普通なんだ。じゃあこいつのスキル。ダブルインパクト。よし、行け。サポート。行くよ。さて、なんかメルルの男キャラにもこんな技使うやついたな。追撃する。素でやったけど。で、あ、倒せんな。はい、じゃあ行け。オッケーオッケー。余裕や。いつもこれならいいんだけどな。ああ、調子乗った。カマキリの刃、連打の追撃、なんかかっこいいぞ。よしよしよし。これもなんか、おお。さっさと終わらせるぞ。ボスや。ボス来たな。ストレイドッグ。これストレイドッグでザッコ。こいつか。フレッシュイーター。あ、ついでにストレイドッグのイラーもいけるからいいな。じゃあ、ちょっと本気でいこう。フレッシュイーター。いくよ。ダブルインパクト。きっちり直撃させるよ。きっちり直撃ってなんや。ちょっと面白いぞ。40か、合計で。いいね。もちろんエスカちゃんは、フラム。なんか順番気に食わんな。フラム使おう。フラム結構広いな。で、全員に当たるように、これ全員当たるな。よっしゃ。これは中心の方が威力があったりしないか。じゃあお前もクラフトで。あ、いけたな。余裕やこれ。あ、余裕余裕。強いなやっぱり。あ、余裕やった。やればできるもんだね。メガネオンゴーグル。また一歩前進だね。すっちゃ、いっぱいもらって。獣の肉、柔らかな毛皮、新鮮なお肉。よっしゃよっしゃ。あ、もしかしてこれは、あ、やったやったやった。フレッシュイーターとシーザービースト。あ、やった。やっぱじゃあこれいろいろ回るべきなんやな。よし、このまま上に行こうかな。とりあえずでも回収はしとったいから、回収して、依頼も、鉱石ネズミが2体か、とヘビースキン。鉱石ネズミがこいつらやから、ちょっとこいつらも倒します。もうなんか強くでもみんな。お前長いねんな、アクション。ほら、とどめ、よっしゃー。みんな、お疲れ様。ありがとう。ちょっとは強くなれたかな。めっちゃ怖いよ、お前はいい。はい、相当完了っと。駆け出し調査員とはこれか。おお、8で達成。おお、結構いい感じで来てるな。どうせやったら全部行きたいからな。ちょっとでもハテナっていうのが難しいな。ここは調査のしがいがあるな。しかもこれが面白いものが見つかりそうだ。強敵遭遇っていうのはちょっと怖いな。まだ、あ、でも一回帰れるから、強敵遭遇してみようかな。今ちょっと行きます。ほら、あ、あれって手ごわそう、危険な敵。レベル、じゃあ今8になったから、ちょこいつとやってみようか。もしかして、何か来るぞ、気をつけろ。もしかして今のは、さあ行こうか。おお、何者何者。しかもレ、うわ、ここは俺が、毒になったんか。おっと、ストレイドヘビースキン、ヘビースキン、赤い牙の装甲。なんかあんまいい言葉じゃないな。
ちょっと青狼に変えとこう。強い。え、これきつそうやな。でもクラフトとか使って一気に殺そうか。これ全員バターンな。よしよし。これでどうだ。な、ごめん、お兄ちゃんはサークルクロウ。これどうや。マイナス7。いけるな。お兄ちゃん頑張れ。お兄ちゃんごめんな。そしてエスカがフラムで、ほら、うわ、結構やっぱ強いな。これでもザッパ結構出るんじゃないかな。お兄ちゃん、お兄ちゃんはちょっと守ろうか。やばいな。いいね、よし、クラフト。お、なんとか勝てそうですね。俺も行くよ。スキルはもう使えない。よし、行け。 OK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 。 よし、エスカでとどめ行こう。曲かっこいいな、やっぱり。そう、戦闘曲がすごい昔からかっこいいんですよね、このゲーム。かわいい。星風とか、星風やったかな、なんかありましたよね。大足の羽、うん、いいのをいっぱい取ったぞ。よしよしよしよ、回収しよう。えへへ、いいもの見つけたかも。いいもの見つけたな。なんとなくわかるんだよね。マジこの子めっちゃかわいい。調査も楽しんでやらないとね。さ、何から始めるんだい。140まで来た。残り48日か。何か見つかってくれるといいんだけど。1ヶ月以上あるからいけるよな。ま、なるようにしかならないか。200なったら。よし、素材を見つけたぞ。もったいないけど、でもいいところでね、あれをしたいから。あれって何やねん。何か見つかるかな。なんだかワクワクしてきちゃったよ。これマックスか。マックスってことはやっぱり。まずいよな。じゃあ行っても、ここで使うわけにはいかなくて、これとりあえず回収して。金属の塊みたいだな。加工すれば。うん、お前はいい。さて、よし、これで全部開発というかあれが終わったから、帰ろう帰ろう。ワールドマップ戻るで、そうなんか 0% なんのか。左のゲージが、あのエリアを離れるとどうやら0になるようですね。まあしゃあないか。一回帰ってまたすぐ、戻ってきます。報告とかも兼ねて一回戻りますか。コンテナに入れると。カマキリの矢、うん、ごめん、分かった分かった。大量装備、ああ、これか。こんなんもあったんや、知らんかった。これか、ちょうど満タンにしたからか。よしよしよし。結構じゃあ依頼は、おうおうおう、いいねいいね、いい感じいい感じ。報告に行こっと。総務オフィスに報告。で、アトリエに戻りの、誰を調合しよう。フラム作っといてあげようかな。材料、うん、何にしよう。一応ロジにもフラム持たせましょう。めっちゃ強かったんでね。きついな。とりあえずこれで何が起きるかな。でスキルを使用する。どれを使おうかな。 CP 回復拡大をやってコストを上げるよ。うん、回復したやろ。で11も、うん、これで足りる足りる。よしよし、いい感じ。あ、分かってきた。うまくいきますように。スキル使用、どれを使おうかな。これで、あ、でも緑のハテナがつくんで、これはこのままいこう。まだ大丈夫そう。よし、これで OK。 これでいい。それじゃあ仕上げに入り、やったー、できたー。継続ダメージか、いいね。レベルレベルもあって、お、加工難度低下、いいないいな。あー、なんかちょっとずつ分かってきたからいいね。はい、では、ゆるい坂でしたっけ。
緩い上り坂に、行って課題をクリアしていきます。さて、よーし、上やな。まだ取れるアイテムのハテナがあるので、この辺を全部回収できたらいいかな。さあ行くね。ほれほれほれ、失われた道、ここもまだなんか。ここ行ったら右にまた行けそうですね。とりあえず緩い坂み、上り坂で課題をクリアしていこうか。よっしゃ、行くぜ。ここはでかいな、調査のしがいがあるな。いきなりでかいやつおるな。あいつが確かでも、そう、ヘビスキンを2匹倒さなあかんので、こいつを倒すというのもやっていこうか。新しいの見つけたよ。新しいの来てますよ。これは役に立ちそうだね。もういきなりこれクリア。コンプリート。イエス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 。まあ、適当に敵も倒そうと思う。あ、そうそう、降り倒さなあかんね。いつもこれならいいんだけどな。よし。じゃあまず全部回収をしよう。新しいの見つけたよ。トロイモゲット。えへへ。いいもの見つけたかも。やったね。新発見。硬く芋ですわ。レベル6。これ火を通さないと美味しくないんです。ね、ちょっとだけがっかり。強敵戦闘変異。戦闘変異初めてやな。これちょっとやってみます。戦闘変異。戦闘記録を重視して調査を行うと。なんだか魔物の動きに慣れてきたかも。今なら上手に戦えそうな気が。そうなん？そうなん？そうなん？ちょっと待てよ。依頼が。これ保護できる。こいつやな。モモンガ。よいしょ。モモンガを倒そう。よし。一気に行きましょう。なんかええ感じになってる？今。なんか今ええ感じになってる？な。当たったー。追撃する。戦闘編中やけど今どうなん？どうなん？どうなん？ロジー、どうなん？俺も行くよ。お兄ちゃん。特に何も変わりないよ今のところ。うん？じゃあ。かわいいよ。オッケー、スクショ、オッケー。ちょっと強くなれたかな。あ、これもスクショ。ああ、スクショですわ。もっと効率が上げられる。前はいいわ。また一歩。前進だね。すっちゃ。ナイス、お兄ちゃん。めっちゃもらったで。これがもしかして変異中はもしかしてめっちゃアイテムもらえるんかな。そんな気がします。そうですね。多分そうや。やったね。ってことは、でもまあお前はいいや。時間、あ、でも時間経っても大丈夫か。倒そう。よいしょ。いつもこれならいいんだけどな。ね、だから調子乗んなって。はあ、魔物を全部やっつけたよ。これでしばらくは安心かな。よし、じゃあ別のマップへ行こうか。うわあ、左まだ行けるんか。これからどこに行くんだ。さあね。あ、でも上り坂はとりあえず終わったと。これじゃあ報告できるのか。あとこの2つやな。多分ここでボスが出るんちゃうかなと思うんやけども。あ、でも出現モンスターが解決してるな。とりあえずじゃあ左の、街道の野営地、ここに行ってみましょうか。ペロンってね、今のと。じゃあ行きます。じゃあ街道の野営地へ到着。依頼のシザービーストと深淵のスピリットやから、とりあえず雑魚は無視、あ、結構無視していこう。これは使えそうだ。使えそうだな。拾っておこう。採取数変異、土地変異、土地変異っていいな。ちょっと土地変異やってみます。何や、強敵の情報を重視して調査を行う。この場所に変異が起きているみたい。もっと強いものが集まってきそうだよ。物？物？魔物じゃなくて物？ようわからん。調合の材料拾っちゃった。何に使おうかな。お兄ちゃん、お兄ちゃん、セリフなしかい。あ、もしかしてやっぱり金さん。詳しく調べてみたいから後で見せてくれよ。今月の発売日が支給された。火を通さないと美味しくないんです。ちょっとだけがっかり。土地変異って何やマジで。採取できそうなものは大体取ったよな。 100% なったな。さて次は何をするか。
とりあえず日数経たないから一回敵と戦ってみよう。ほら、これはチャンスだね。バックアタック。あ、スピリットいるやん。よし、暗まってきてるよ。先に進もう。スチャフェアリーソウル、なんか良さそうな取ったで。土地変異発生中がちょっと わからんかってんけど、待て、敵倒すのは問題ないから、シザーピース、まあいいや、敵を殲滅します。やればできるもんだね。ちょっとは強くなれたかな。超元気を覚えた。もっと効率が上げられるな。分析能力を覚えた。はい、相当相当スキルやな。超元気、アイテム使用後の待ち時間を短縮するほか、戦闘不能になる確率を一定の確率で回避する能力を得る。なんていうか、この常に働いてるスキルやな、よくある。んで、こいつもなんか覚えたら、分析能力、攻撃の命中率とクリティカル発生確率が上がる。うん、常に発生してるやつ。お、知らん間に行動時にヒットポイントが回復し、後衛にいる間の回復量も増加する。後衛っていうのは多分おそらくこのゲームもっと戦える人数増えるらしいんで、そういうことでしょう。じゃあマップ移動します。さて、どこに行こう。じゃあここ、あ、もう広げない、嬉しいな。じゃあ失われた道へ行きます。